弾弾弾道道ミミササイイルルななどをを探知するロシア軍の貴重なレーダーダウクライナ軍がロシア軍の重要な防空システム、ネボエムレーダーを攻撃し、破壊しました。このレーダーは、弾道ミサイルや高速で飛行する航空機を早期に探知するために設計された非常に高性能な装備です。ロシア軍にとって不可欠な資産であり、 特に高高度を飛行するミサイルや航空機を探知して迎撃するために使われています。ネボエムは、単なるレーダーではなく、ロシア軍の防空システムの中枢ともいえる存在です。ウクライナ軍は、アメリカ製の戦術弾道ミサイル a タクムスを使って、このネボエムを攻撃し、破壊しました。この攻撃は、ウクライナ軍によるネボエムへの4回目の攻撃であり、 過去には2023年5月、6月、8月にも同様の攻撃が行われていました。当時の攻撃では、証拠が不十分であり、ネボ M がどの程度破壊されたのかが不明でしたが、今回の攻撃は決定的でした。オランダに拠点を置くオープンソースのインテリジェンスサイトオリックスによると、これまでにネボシリーズのレーダー1機が確実に破壊され、さらに2機が損傷したことが視覚的に確認されています。 また、ウクライナ軍の発表によれば、ロシアが現在運用しているネボエムは、わずか10機しか残っていないとのことです。これは、戦争が始まってからの約2年7ヶ月の間に、ウクライナ軍がロシアのネボエムの約13%を攻撃したことを意味します。このネボエムは、1機当たり約1億ドル、日本円で150億円以上、と非常に高価な装備で、ロシア軍にとっては貴重な財産です。 そのため、ウクライナ軍によるネボエムへの攻撃は、ロシアの防空システムに大きな打撃を与えるものであり、特に航空機や巡航ミサイル、弾道ミサイルなどの目標を探知し、迎撃する能力が大幅に低下する可能性があります。ウクライナ軍の狙いは、ネボエムを破壊することで、英国製のストームシャドウやフランス製のスカルプといった巡航ミサイルが安全に飛行できるルートを確保することです。 これらのミサイルは、ウクライナ空軍の SU-24 戦闘爆撃機に搭載され、空中から発射されます。特に、ストームシャドウやスカルプは、重量 1300kg の大型ミサイルであり、精密に防護された目標を攻撃する能力を持っています。最近の2023年9月には、クリミア半島でストームシャドウがロシア海軍の潜水艦、ロストフナドヌーに大きな損害を与えたことが報告されています。 この潜水艦は一度修復されましたが、2023年8月にも同様の攻撃を受け、最終的に沈没したとされています。このように、ストームシャドウやスカルプは、ロシア軍の重要な軍事資産に対して大きな威力を発揮しており、ウクライナ軍にとって非常に効果的な武器となっています。ネボエムを破壊することで、ウクライナ軍はさらに有利な状況を作り出すことができます。特に 巡航ミサイル攻撃を行う際、ネボエムのようなレーダーシステムを事前に無力化することで、攻撃の成功率を高める狙いがあります。ロシアの防空能力が低下すれば、ウクライナ軍はより大胆な作戦を実行できるようになるでしょう。また、今回の攻撃は、ロシアの防空システム全体に深刻な影響を与える可能性があります。特に ロシア軍が南部や東部で戦術的にネボエムを移動させながら運用しているため、ウクライナ軍は今後も同様の攻撃を繰り返し、さらなる成果を上げることが期待されます。さらに、この攻撃がウクライナの反撃作戦を強化する一環であることは間違いありません。防空システムが破壊された地域では、さらなる攻撃が続く可能性が高く、特に巡航ミサイルが使用される場合には、 ロシア軍の防御体制がが脆弱化していることが想定されますウクライナ軍が使用するエ t タクムス弾道ミサイルは、重量 1700kg 弱の GPS 誘導式で、非常に精度が高い兵器です。今回の攻撃で破壊されたネボエムがどこに配備されていたのかは明らかではありませんが、過去の攻撃例からクリミアの海軍基地や航空基地、または東部ドンバス地域に配備されていた可能性が考えられます。 この攻撃により、ロシア軍は防空システムに大きな穴が開くことになり、今後の戦局にも大きな影響を与えることでしょう。ロシアは核保有5カ国がまもなくニューヨークで会合すると明らかにした。10月10日、ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、世界5大核兵器所有者が10月末に米国ニューヨークで会合を開くと発表した。国連安全保障理事会の常任理事国であるロシア。 中国、米国、英国、フランスで構成される各5グループは、P5 としても知られ、非政府機関のフォーラムである。リャブコフ氏によると、同グループの臨番議長の役割はまもなくロシアから中国に移るという。リャブコフ氏は、我々はこの困難な時期に中国が成功することを願っている。中国は我々の支援を頼りにすることができ。 グループ内の西側参加国がより前向きなアプローチを取ることを期待していると付け加えた。この会合は今後2週間以内に、軍縮と国際安全保障問題を担当する国連総会第一委員会の会期に合わせて開催される予定だ。リャブコフ氏はまた、今回の会談は中国が議長に就任する際の計画を明確にするのに役立つと述べた。ウクライナ紛争勃発以来、 ロシアと西側諸国との間の核による緊張が高まっている状況において、この会談は特に重要である。9月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はロシアの核原則の調整を発表し、同国が核兵器を使用できる状況を拡大した。ロシアがウクライナに侵攻する数週間前の2022年1月、核保有5カ国は共同声明を発表し、核保有国間の戦争を回避し、 核戦争のリスクを最小限に抑えることが最優先であると強調した。P5 グループは声明の中で、核戦争に勝者は存在せず、核戦争は決して起こってはならないと断言した。同グループの最新の会合は、2026年に開催予定の核兵器不拡散条約の準備を目的として、7月にスイスのジュネーブで開催された。ロシアがこの議長の役割を担うのは今回が最後となる。 中国が次の交渉ラウンドの調整を引き継ぐ前に、ロシアはウクライナが停戦の準備ができているという情報について語った。クレムリン報道官は、西側報道機関が報じたように、ロシアはキエフが停戦の用意があることを示す兆候をウクライナから受け取っていないし、見てもいない、と述べた。10月10日、イタリアの日刊誌コリエレデラセーラが、 ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領のローマ訪問前に、キエフが合意と引き換えにロシアとの現在の前線での停戦命令を目指していると報じたことを受けて、モスクワの見解を公式に表明した。西側同盟国からの安全保障。また、コリエレ・デラ・セーラ氏によると、ゼレンスキー氏は政治的理由から、クリミア半島、2014年にロシアに併合された半島、そしてドネツク、ルハンシク、ザポリージャ。 ヘルソンの4地域は最近ロシアに併合されたが、クリミア半島に対するウクライナの主権主張を正式に放棄することはできないという。2022年9月の国民投票。ウクライナ政府は、米国が日本、韓国、フィリピンに与えているのと同様の安全保障を米国から手配することができると言われている。ゼレンスキー氏はまた、欧州連合、EU、 がウクライナを速やかに承認するというイタリアドイツフランスのをを得るることを期待しているイタリアの日韓紙は、ゼレンスキー氏の態度が軟化しているのは、ロシアがドンバス東部地域への進出を加速していることに加え、ウクライナ軍が数と火力の両面で圧倒しているためだと伝えた。米通信社ブルームバーグも10月8日、ゼレンスキー政権が最近、ロシアとの紛争に対して、より柔軟なアプローチ。 ををを採用用ししたた。可能性があるることを明らかにする匿名のの当局者の発言を引用したブルームバーグによると、ウクライナ当局者はモスクワに譲歩するという考えに対してよりオープンになっているが、その譲歩がどのようなものかは不明である。10月10日、RIA ・ノーボスチ通信はクレムリン報道官の協調として次のように伝えた。メディアではこの問題について多くの憶測や解説がなされている。 以前と同様、停戦の可能性に関しては誰も何も行動を起こさなかった。同じ日、ウクライナのゼレンスキー大統領のメディアコモンドミトリー・リトビンも、コリエレ・デラセラとブルームバーグが投稿した情報を否定し、我々には、ウクライナが公正な和平と考えるものを明確に述べた和平計画があると述べた。これまでゼレンスキー氏は公式声明で、ロシアとの和平交渉は、 2014年以降、ロシアがウクライナに侵入したすべてのウクライナ領土からロシア軍が完全に撤退した後にのみ開始できると主張してきた。対照的に、ロシアはウクライナの領土を考慮している。和平計画は非現実的であるとし、キエフに中立への法的拘束力のある約束を求める。ロシア政府、トランプ氏の核兵器発言を拒否。ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、 ドナルド・ナルトランプ全米大統領の核兵器主張を否定した。今週初め、トランプ氏はロシア、中国、ワシントンが非核化合意に近づいていると述べた。しかし、ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、これは真実ではないと述べた。同氏は、中国代表団をロシアや米国との交渉のテーブルにつかせようとするトランプ政権の努力が失敗に終わったことは誰もが知っていると述べた。 核削減交渉には、米国の核同盟国、つまり英国とフランス共和国も参加する必要があるが、当然ながら交渉には参加したくないとリャブコフ氏は付け加えた。トランプ氏は選挙活動中、核兵器がもたらす実存的脅威を頻繁に取り上げた。10月9日に X に掲載されたコメディアンのアンドリュー・シュルツ氏とのインタビューで、共和党候補者は、ロシア、米国、中国が、 核兵器廃絶に関する合意に近づいていると発表し、他の国も協定に参加する可能性が高いと述べた。あとで、トランプ氏のもと、米国は2018年に離脱したロシアとの二国間中距離核戦力 INF、全廃条約を含め、核兵器に関連するいくつかの協定から離脱した。米政府はロシアが協定に違反していると非難しているが、西側報道によると、 米国はこの協定が信仰の戦略的ライバルである中国にいかなる制限も課さないことを懸念しているという INF 条約はかつて米国とロシアが核弾頭を陸上に搭載できる特定の種類のミサイルを開発配備することを禁止していたこの条約は1980年代後半に署名され意図せぬ核戦争を防ぐことを目的としていました 放棄された兵器の飛行時間はわずか数分だったため、冷戦時代の敵対側は時間内に決定を下す時間がほとんどなかった。核軍縮に関する米ロ間の最後に残る二国間協定である新スタートは2026年に期限切れとなる。リャブコフ氏は記者団に対し、米国がロシアに対する敵対政策を維持する限り、 ロシア政府は蒸気協定の延長やその他の戦略的安定の問題を交渉する根拠はないと考えていると述べた。これは誰が次期米国大統領になるかに関係なく変わらないと強調した。ロシアのキエフや州ウクライナの防空部隊が首都を脅かすすべての無人機を破壊。10月11日、ロシア軍は再び無人機によるキエフ攻撃を試みた。キエフ市軍事局 KCMA によると、首都での空爆警報は3時間以上続いた。ロシアの無人機がさまざまな方向から首都に接近して以来、首都への空襲はこれで5回目となった。防空軍はキエフを脅かすすべての無人航空機を無効化した。被害や死傷者に関する情報は報告されていない。運用データは更新され、明らかにされていると声明は述べた。キエフ市軍政局は 午前6時51分、キエフ時間現在、キエフ地域で残存する敵無人機に対する戦闘作戦が行われていると付け加えた。したがって、首都への再度の空爆を発表する可能性は排除できない。キエフ市軍事管理局のセルヒー・ポプコ長官は、すべての人、キエフ住民編に警告信号に注意し、危険な場合には避難所を利用するよう強く進める。 自分の身を守ってくださいと述べた昨夜、敵が無人機とミサイルの両方でウクライナを攻撃したことは注目に値します。ロシア側は62機の無人航空機のほか、イスカンデル M 弾道ミサイル2機、KH31P 誘導航空ミサイル1機、KH5969 ミサイル2機、S 誘導地対空ミサイル -3003 機を配備した。この攻撃への対応には、 空軍、対空ミサイル部隊、電子戦部隊、機動射撃集団が含まれた。朝までに、ウクライナ防空軍はムイコラーユー、オデッサ、ヘルソン、キエフ、その他いくつかの地域で敵の無人機41機を破壊した。さらに、おそらく電子戦作戦が原因で、ウクライナのさまざまな地域で14機の無人機が現地で失われた。ロシアはドネツク地域で総攻撃を開始し、 数千人のウクライナ兵を包囲したロシア軍は、激しい戦闘が行われているドネツク州トレツクの市街地とツェントラルナ通りへの進軍を続けている。ロシア国防省は、ポストーク作戦集団がドネツク州ゾロタヤニバ村を制圧し、ウクライナはこの地域で最大115人の兵士を失ったと発表した。ポストークグループの部隊は戦術的地位を向上させ、ゾロタヤニバ村を制圧した。 部隊はウクライナ国軍の第72機械化歩兵旅団と第58機械化歩兵旅団、および第117および第117機械化歩兵旅団の編隊を攻撃した。ドブロボリエ、ベリカヤ・ノボセルカ、ノボポリ、ゼレノエポールの入植地近くの第128領土防衛旅団も、ロシア軍はルー襲撃部隊機械化グループ第72の攻撃を撃退した。と通知には書かれている。一方、ロシアは、 ユグ戦闘グループが過去1日で855人のウクライナ兵を戦闘から排除したと発表した。モスクワの発表によると、ユググループは敵陣の奥深くまで進軍し、ドネツクのゾリアのエペルボエ村をさらに制圧した。ロシアの発表によると、ウクライナはモスクワのセントル戦闘集団との衝突で約495人の兵士と戦車1台を失い、一方、ザパド戦闘集団は2度の反撃を撃退し、 425人以上のウクライナ兵を排除した。セギンは支援基金を設立、ウクライナはワーグナーに対する反乱軍を訓練、ロシアはクルスク州で第二段階の反撃を行う。世界銀行、WB、理事会は10月10日、キエフとモスクワの激しい戦闘を背景に、ウクライナ支援のための金融仲介基金、FIF、の設立を承認する決議を行った。 この金融仲介基金は、この東欧諸国がロシアの特別政策と戦い続けている状況において、世界主要先進国グループ G7 の加盟国が2024年末までにウクライナに500億ドルを融資するという約束を果たすのを支援することになる。軍事作戦。米国、日本、カナダが拠出する正確な金額はまだ検討中だが。 資金はロシアの海外凍結資産からの利子によって賄われる予定だ。ロシア、クルスクでのウクライナの敗北を発表、挑発について語る。キエフが当局者らによるテレグラムの使用を禁止した理由、ロシアはクルスクでのウクライナの敗北を発表し、挑発について語った。キエフが当局者によるテレグラムの使用を禁止している理由。世界銀行の投票は、欧州連合、EU。 特使がウクライナに350億ユーロ、383億ベドルを提供することで合意した翌日に行われた。ワシントン DC 日本協億大西洋評議会地形学センターのシニアディレクター、ジョシュリプスキー氏によると、これら2つの動きにより、G7 諸国はウクライナに多額の資金を提供し、昨年6月の G7 サミットでの約束を履行することが可能になるという。同氏は、 これは状況を一変させる金額だと強調し、ウクライナは2023年にロシアとの紛争に約800億900億ドルを支出すると指摘した。ロシアは世界銀行投票に反対している唯一の国だ。さらに、ウクライナはマリでワグナー、ロシア傭兵と戦うために CSPDPA 武装グループの部隊を訓練し、これらの要素に無人航空機、UAV、とそれを製造する技術も提供した。 2024年8月、ウクライナ総合情報局、GUR のアンドリュソフ報道官は、キエフがマリでワグナー軍を待ち伏せするために、情報などを提供したことを当初認めたが、後に否定した。ゼレンスキー氏は新たな計画を発表するためにヨーロッパを訪れた。ウクライナ当局は10月10日、キエフ軍がロシア領土奥深くの空軍基地を空爆したと発表した。 AFP 通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は10月10日、英国のキア・スターマー首相、フランスのエマニュエル・マクロン大統領との会談で勝利計画を提示したと述べた。ゼレンスキー氏は軍事・財政支援の強化を求めるため、欧州諸国への多忙な出張スケジュールを開始した。英国のダウニング街での会談後、 ゼレンスキー氏はウクライナ戦争終結に向けた適切な条件を備えた勝利計画の詳細を述べた。ゼレンスキー氏は同盟国と協力することで合意したと述べた。キア・スターマー氏が7月に英国首相に就任して以来、ウクライナ指導者はロンドンを2回訪問しており、スターマー氏は英国のウクライナに対する継続的な関与の重要性を強調した。また10月10日、 ゼレンスキー氏はフランスのマクロン氏とパリで会談した。ゼレンスキー氏は欧州首脳らと会談し、ウクライナ東部でのロシアの攻撃に反撃するために、ウクライナは緊急にさらなる支援を必要としていると強調した。さらに、ウクライナ指導者は西側に対し、ロシア領土を攻撃するための長距離兵器の使用に対する制限を解除するよう求め続けた。ウクライナ、ロシア空軍基地を攻撃。 ウクライナは10月10日、最前線から数百キロ離れたロシア南部の奥深くにある基地を攻撃したと発表した。ウクライナの反旗情報センター所長アンドリー・コバレンコ注意は、ロシア・アディゲ共和国でロシア空軍基地が攻撃されたと述べた。コバレンコ氏は、最前線から約410キロ離れたこの基地の燃料貯蔵庫が破壊されたと述べた。モスクワは蒸気の声明についてコメントしていない。 一方、ロシア軍は10月10日、ウクライナの無人航空機 UAV92 機を9日夜と10日早朝に相次いで撃墜したと発表した。これらのほとんどは、アディゲと国境を接するロシアのクラスノダール地域を含むロシア南西部で発砲された。ウクライナはこの情報についてコメントしていない。タス通信は、 アディゲ当局が無人航空機攻撃後にロドニコボエ村の住民を避難させたと報じ、死傷者は報告されていないと付け加えた。約30人が一時宿泊施設に滞在し、残りは親族のもとに戻った。アディゲアの首長ムラトクンピロフ氏は、アディゲアのマイコップ市郊外での無人航空機による攻撃を確認した。一方、ロシアが10月10日に任命したクリミア半島の当局者は、 ウクライナがが月日日に攻撃を発発表しししたたた石油貯蔵所で同日火災が発生したと報告したロシア側は10月10日、地元住民1000人以上の避難を発表したが、火災の原因には言及しなかった。タス通信は、10月10日のロシア国防省の声明を引用し、同国軍が米国とキエフの軍事レーダーから供給されたウクライナのパトリオットミサイルシステム2機を破壊したが、 破壊場所には言及しなかった。クルスク地域ではロシア軍がリュビモフカ地域とカミシェフカ地域で2度の攻撃を撃退したと発表し、ウクライナは1日で200人の兵士を失ったと付け加えた。ウクライナはロシアの蒸気声明についてコメントしていない。